郷土芸能の発表では最後の団体となりました。軽米町駒踊りご存会の皆様です。駒踊りの伝承は明らかではありませんが、お隣の大野村から伝わったという説もありますが、はっきりとは分かっていません。踊りは放牧している馬のさまざまな動きや水を飲む所作を捉えたものと言われています。お囃子は太鼓、笛、鐘、ささらなどで優雅でテンポがよく心に響く音色です。それでは駒踊り保存会の皆様、よろしくお願いいたします。Thank you.
姿にとてもウキウキいたしました。この駒踊り保存会の皆様、どうもありがとうございました。